はい、どうもこんにちは。今日はね、久々にねベース持ってますけどね、今日はね、まあ去年のねちょっと忘年会、でのねお話をねしたいと思うんですけど、同じ年代のね、ギターを弾くやつばっかが集まってね、やった忘年会があってね、その時にちょっと出た話なんですけどね。でちょうどその飲み会がね、各、まあ、いろんなバンドでね、まあ、全員一緒にはやってないんですけど、全員ギタリストばっかでね、おのおのバンド持ってやってるんですけど、でうちはね前もねお話ししたと思うんですけど、メンバーがね5年前に天国行っちゃったから、まあ、ちょっと今休止中なんですけど、でまあ、他のやつらはね現役でまだやってるんですけど、その時にねベースの話になって、年代が同じだからね、まあ、聞いてた音楽がね、やっぱり同じようなものをやっぱ聞いてたわけで、僕は中学校の時に、ベースをね、まあ、最初に始めた楽器はベースだったんですけど、で、当時よく聴いてたのがまあ、ベースティーローラーズとかね、カーペンターズをよく聴いてて、でベースティーローラーズだとね、2人だけのデートっていう曲なんですけど、まあこれは有名だからね、みんな知ってると思うんですけど、この曲やってた時はね普通にベースをメインで弾いてたんですけど、で途中からねギターの方がやっぱりやりたいなってことで、6弦に変わっていくんですけど、中学のね途中からキスをね聴くようになって、でやっぱりキスの中で一番やっぱり好きだったのがそのデトロイトロックシティって曲ね、まあ有名な曲ですけど、で当時ね譜面とかなんかはあったのかな、タブ譜とかあったんだろうけど、まあそういうのが細かく書いてあるのがあるようなんてことはね当時はやっぱ知らなかったし、もしあったとしてもねそんなお小遣いでは しょっちゅう買えないですからね、でまあ適当に耳でコピーするわけなんですけど、で当時は、兄貴にもらったアコースティックギターでね、まあアコースティックギターって当時は言わなかったけどね、フォークギターって言ってましたけどね、まあフォークギターで、フォークギターでね、キスの真似事はよくやってたんですよ。ここがいいなと思ってね、ほんで当時ね、まあ、結構適当ですよ、まあ、本格的にねやってる人はね怒らないでね、もう当時ねコピーしてたのがね、まあこんなような感じだね。で次のとこあるじゃないですか、このタタタタタってとこね。で当時ね中学の時はね